トヨタが3月の生産ラインの稼働停止日を追加、新型ランドクルーザー、レクサス LX の組み立てラインに追加停止が発生します。レクサス LX にも影響。トヨタが3月の国内工場の稼働について最新情報を発表した。 福島県沖地震に伴う仕入れ先被災を受けた稼働停止は3月18日にも公表されていたが新たに3月24日木曜日25日金の停止が追加された形だ対象工場のリストには新型ランドクルーザーの組み立てを行うトヨタ車体吉原工場第一ラインが含まれている フレーム生産は、トヨタ本社、工場。今週の吉原工場第1ラインの稼働停止日は下記の通りで、24日25日が加わるため、敬語稼働日が対象となるわけだ。今週のトヨタ車体、吉原工場第1ラインの稼働停止日程。3月21日、月曜日、22、日、23、水、3月24日。 木曜日25区金トヨタ車体吉原工場第一ラインの生産車種レクサス LX ランドクルーザー300新型ランドクルーザーは昨年8月に日本発売された超人気モデル世界的な好評と半導体不足コロナ禍によるパーツ供給遅延が重なり今から注文した場合の納期は 製品サイトによると、4年程度となる場合がある、とされている。トヨタは、3月1日にも小島プレス工業におけるシステム障害の影響を受け、1直2直ともに国内全14工場28ラインの稼働を停止。今回の福島沖地震の仕入れ先被災関連についても、11工場18ラインを対象に複数稼働日の停止が発生している。 状況だ。同社は、お客様及び関連仕入れ先の方々には、今回の変更に伴い、様々なご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。人命第一と地域の復旧を最優先に取り組みつつ、関係仕入れ先の皆様と共に、部品不足に対するあらゆる対策を図り、 一日でも早く多くのお客様のもとにお車をお届けできるよう尽力してまいります。とコメントを発表している。